皆さん、こんにちは。ネットベースアナリスト、横田修林です。今日もネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2022年9月の7日、水曜日ということになりましたが、実は先週ですね、 大分県の佐伯というところに行っていたんですが、その時の話をちょっとですね、したいなと思ってるんですが、えー、まずはこちらの方からご覧ください。どうぞ。はい、飛行機に乗って行ったんですけど、その時ですね、こういうものが貼ってありましたということで、大体僕、飛行機に乗ると、大体爆睡して寝ているんですが、そしたらですね、目が覚めるとですね、こんなものが貼ってありましたということで、えー、今日ね、これを拡大したものがあるので、それでお見せしたいと思いますが、 はい、こちらね。はい、えー、お目覚めでいらっしゃいますかということで、お休みのご用でしたので、サービスを控えさせていただきましたが、お飲み物ご希望ありましたら、ぜひお知らせくださいということで、えー、この紙が貼ってあったんですね。で、あれ、こういうものって、以前から貼ってたかなというふうに思って、気になったので、ね、投稿させていただいたんですけど、これは、あの、FDA というですね、えー、飛行機に乗ったときにあったんですが、今まであんまりこんなことしてくれなかったような気がしたので、 いかがですかっていう感じで書いたら、いや、マイクでやってましたよ、みたいなコメントをくれた人がいて、あれで、僕はそういう経験ないんだけど、寝てたんだけどな、とかと思ったりしたんですけど、まあ、そんなですね、大、え、分、ー、県の佐伯ってとこに行ったときに、実は動画を撮っています。で、その動画の中で、 新潟県ではできないことをね、ちょっと試したかったので、えー、久しぶりに出張いたときに、ちょっと動画を撮ってみたんですが、あとでそちらのものをご覧いただきたいと思うんですけど、まずはですね、えー、何を言ってるかということで、ちょっと今日はまずお話ししていきたいと思います。インスタグラムのですね、えー、広告というものについての話なんですが、えー、まずはこちらの方から見ていきたいと思います。えー、ご覧ください。どうぞ。はい、インスタグラムをね、起動いたしますと、 この一番左側のね、ホームの部分ですね、この家のマークが出てるとこ、ここのところに来ましたら、こんな感じで広告っていうのが出てきます。で、広告がどのぐらい出てくるかっていうことでやってみると、今これ1個出ましたね。で、1つ、2つ、3つ、だったらもう広告出てくるんですね。1つ、2つ、3つ、もうもう広告出てきましたよね。1つ、2つ、3つ、 はい、広告って形で、だいたい3つ置きぐらいに広告が挟まっているので、ここ見てるとね、かなり広告が出てきてですね、うざい感じになっているわけなんですね。で、これは前にも話したように、ここの上のね、インスタグラムとこを押してもらって、フォロー中にしてもらうと、これ自分がフォローしたものが出てくるので、これしてもらうと広告が一切出てきません。なので、このように見てもらうと広告なしになるんですが、で、 おそらく皆さんはここのですね、最近であれば、このストーリーズを見ていくと思うんだけど、ストーリーズも同じで、1個、これ広告ですよね。広告出たら、1個、2個、3個、4個、5個見たら広告。1個、2個、3個、4個、もう広告ということで、広告ということで、広告がね、かなり間に挟まっているってことが分かるんじゃないかなと思うんですね。その広告っていうのが、 実際、新潟県でやってると、新潟の広告が出るっていうのは分からんでもないですね。というのは、僕の友達とか、フォローしてるアカウントで新潟の方が多いので、それが多めに出てくるっていうのは分からんでもないんだけど、大分にいたときに、果たして大分のが出るのかっていうのをやってみたんですね。それは後で、動画でご覧いただきたいと思ってるんですが、じゃあ今ね、ここ新潟にいます。ここのとこでやってみたいなと思ってるんですが、はい、じゃあ、ちょっといきますね。はい、ご視聴ありがとうございました。 続きをご覧になりたい方は、動画の下にあります概要欄の方から、YouTube チャンネルのメンバーなるにはのリンクを進んでください。そうすると、YouTube メンバーシップの申し込みの中で、月額190円から学べますデイリー会員っていうのがありますので、こちらに入っていただけば見ることができます。今日の動画だけでも190円の価値があると思いますが、今日から1ヶ月間ですね、毎日に動画を見ることができますし、 そして、デイリー会員というサービスを始めて1年以上経ちますが、すべての動画を見放題とも言えますので、よかったら申し込んでいただければと思います。チャンネル登録もよろしくお願いします。では、続きをご覧ください。どうぞ